どうもどうもベストイット高見。フジテレビバラエティが生んだ名曲たち、近年良い子悪い子普通の子から生まれたイモキントリオのハイスクールララバイが当時のテクノブームにも乗ってミリオンセラーとなり、タケチャンネルなどの人気キャラクターを次々に生み出した俺たちひょうきん族は、この曲の他にもアミラババアの歌やホタテのロックンロール、うなずきマーチなど数々の名曲も輩出しました。また伝説のコント番組ダウンタウンのごっつええ感じでは、松本人志さんが作詞したエキセントリック少年ボーイのテーマを発表し、50万枚以上のセールスを記録しました。エキセントリック、エキセントリック少年ボーイ。笑う犬の冒険の人気コント「葉っぱ隊」から生まれた名曲「やった」は、クライセスを吹き飛ばす前向きな応援歌として捉えられ大ヒットしました。そしてワンナイが生み出したキャラクターゴリエが歌う「ミッキー」はオリコン2週連続1位を記録し、テレビ局の枠を超え NHK の「紅白歌合戦」にも出場しました。フジテレビバラエティが生んだ名曲たちにスポットを当てます、はい、たくさんバラエティがありますけど、チュートリアルのお二人はどの辺見てました？やっぱりひょうきん族ですね。 この辺からやっぱりずっともう見てるって感じですね。そうですね、好きですよやっぱりこれ。結構おかんとかにあんま見たあかんよとか言われるんですよね。あ、これを、はい、あ、そうなんだ。言われてましたね。二人が影響を受けた芸人さんっています？ひょうきん族の人たちはやっぱりもう、うん、一番最初に触れたお笑いなんで。あ、それで小学校の頃？はい、小学校ですね。僕ら7歳の時ですね。え、ひょうきん族7歳？はい、小1、小2ぐらいの時。本当かよ。そんな大変な人でした？反省で。アルフィーもあの葉っぱ隊みたいな格好してやったらどうですか？実はアルフィーもなったことがある。竹に打たれて。ヒット祈願、ヒットが出ないんで、え、それはテレビでやった、テレビでやっちゃったんすね。え、軍団さん入ったんですか？そうそうそう、ヒットしました。それでそれでヒットしなかった。最悪や。今夜は数々の名曲の中からひょうきんストリートバンドのザ・たけちゃんマンの歌をですね、堂本ブラザーズバンドでセッションしたいと思います。はい、